からね。いや、設定はマジで天才って言われてた。東京の手積みと喋ろう。おお、よいしょ。笑いの仕事というかライブとかはだってめっちゃ多いでしょ。月半分ぐらいかな、多分、うん、20分ぐらいぐらいでしょ。いや、多いけど、でもまあ言っても食えねえなって思う。それこそプラス YouTube でね、もうちょいあれば、どっちがいいの？その TikTok をやるのか YouTube やるのか。現状 TikTok だけではお金をもらう方法って案件とかしかないの。ああ、それかライブの内線しかないから。だから YouTube の今ショートみたいな TikTok みたいな仕組みの動画が増えてるから。これも噂だけど、あの投げ銭もなくすかもみたいな、Google が噂でね。なんかアメリカじゃそんな規制入ったみたいな。そんなちょっとじゃん、いつらも死ぬしかない。いや、なんか違う、なんで大事なキロだよ。俺98 死ぬしかねえ。先月の俺の給料4万。死ぬしかない。もう M1 グランプリでって感じだった。あ、そうだね。まあまあまあ、 M1 とか見るの2人。俺死ぬほど見る。あ、そうなんだ。俺1回戦ベスト3のとこ。すごい。見る、お笑い見る。俺見なくなっちゃったもん。あ、まあまあ、瀬戸マジで見てない。あんなに iPad 見てる。何を見てる。何を見てる。それ K-POP のアイドルとか見てる。誰が今来てるの。来てんのやっぱね、ドボイスっていうね。ドボイス、まあ、それはちょっとチェックしてみて。ドボイスなんか違う、マジの金持ちの P です。やめさせて。秋元の触り方。ヤノコンがこんだけまだ M1 見てて、俺めっちゃ見てる。これだって毎年なんか新しい見てる。本当に本当に見てる。でも毎年なんか新しいことは見てる。いや、でしょ。そう、今日俺なんか女子高生の間で流行ったさ、言葉ランキングみたいな去年やつってさ、知らんけどって入ってなかった。あ、入ってた、入ってた。そんなの入ってた。俺、あれ、あれ、クラゲのだと思ってたわ、最初。あ、違うね。だから、あれで結構積んだのよ。あ、そうだ。そこから流行したもんね、その知らんけど。ちょうど入ってたから、ランキング。そう、ネットでなんか女子高生が知らんけど、知らんけどなんか流行ったっぽいよね。どこで流行ったか全く知らんけど、もう今も言ってるんですよ。言ってる。ね。さらにと、さらにと言ってる。ちょっと影響はあったのかもしれない。知らんけど、流行る。きっかけの、ちょっとには。わかんねえけど、ね。まあでも、セクも意外とね、ネタとかね、漫才とかね、熱い人ですから。面白いですからね。いや、セクはマジで天才って言われてた。いや、そもそも、それをやめるときに、まあまあ、もっとみんなが止めなきゃ。もうやっぱ漫才やりたいはない。いや、もう人前が無理だよ。ああ、そういうことか。アニコンスター出ちゃうから。ああ。セリフとかも2行以上覚えられない。いや、そう、俺なんかね、ちょっと、ちょうど今飲んでる薬がね、神経細胞を傷つけるやつなんだよ。ボケっぽいトーク言われて。違うよ、お前、まだ喋り方がボケなんだ。神経細胞を傷つける薬なんだよ。は大喜利の場だもん。ちょうど今飲んでる薬がね、神経細胞を傷つけるやつなんだよ。いや、おもろかったけどね、そのチッコ取るって漫才は一番おもろかったね。なんかチッコ取ってその南米に投げたらね、カラフルな鳥がつついてって。あー、やったね。大ライブ決勝でやったね。大ライブ決勝でやったね。それでネタね、あれ組んだ1週間後だったな。そう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 、そうだからネタ1本しかなくて、そうやばかったね、2本目の滑り。あ、そうなんだ。あれ大ライブ、俺ら250組ぐらい出て、予選1分じゃん。1位通過。いや、1位だったね。1位通過で、1位通過だから最後の出番。あ、そうそうそう。で、最後2分出たら、うわ、何あんだって、鬼すべだった。いや、すごいよね。卒業してからもずっとカラフルな鳥がついてるやつやってたじゃん。これ違うネタでもカラフルな鳥つくでも残ってるやつすごくない？いや、ねえ。オズワルドが優勝、コットン準優勝、クイカダン優勝。それで言ったら俺マジで思い出した。カエル亭の岩倉泊まりに来たよね。おー、まだ俺ら3年目とか、岩倉が大喜利大会かなんかで大阪で優勝して東京遠征来ますみたいな。ああ、そうだ。誰の家泊まろうってなった時にやるんちってのが急になった。いや、そう、あ、岩倉が東京移籍して初めて喋ったのがそれで、泊まった家あるよね、あ、矢野くんち。え、まだ覚えてる。覚えてた、覚えてた。え、マジで嬉しいな。なんかやった記憶がやたらそう。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ出入りしてたでしょ、人が。いや、そうだ、それこそ俺もよく組んでた時ずっと一緒にいたもん。ネタ合わせはもう最初喫茶店とかでやったけど、もうそう、家行って台本パッて渡してみたいな。そう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 。で、思ったら違う人もいて、うん、今日お笑いファン2人ぐらいいた。お笑い前に台本見せたんだ。これそう、次が書いてあったんだけど。俺が泊まり始めた時ぐらいから人減ったんだよ。そう、みんないなくなった。来てほしいよね、二人もね。じゃあ次そっちで撮るドッキリ。次渡辺にドッキリ仕掛けようじゃん。あの、でもね、その目に入るのやめてほしいわ。コンタクト欲しい。そんなん気にしないからね、こいつマジで。
今のは山田さん、他に誰かあったの芸人俺はモグラ。あ、モグラモグラに金をお金を返してた。それでバズってた。モグラは変わらないもんね、全く。モグラ変わんないね。すごいね。だって今晩あれだよ、次に、お、ナベちゃんどこにいる、タバコくれって言っといる。マジで言ってる。いや、まず俺にくれって言ってる。あ、そう吸わないの知ってるのにワンチャン持ってないか確認して億万長者じゃないの。あ、でも本当に小遣い制でマジで考えた。あ、でもなんかそれは聞いたかも。なんかそのお金を返すみたいな時も、そうね、なんかそれ企画で返したの。いや、それはもうプライベートで、本当にプライベートで返して、急になんか歌舞伎町の喫茶店に呼ばれて、もう20万貸してくれって言われたんだよ。すごい意味がよく分かんない。あと最近さ、なんか TikTok の生配信とかさ、はいはい、なんか塗ってる最近。あ、それあれ肌が乾燥してんの。あれ、そういうそのボッポケとかじゃなくて、あの最初はマジでやってたら、なんかすごい言われるようになったから、さらに多めに塗るようにした。あ、これそんなにいいんだと思って、次の回から3倍取るよ。やっぱお笑いやってる時の癖だよね。いや、そうそう、3倍盛るっていう。あ、俺いいのかなっていう。そうそうそう、本当は俺も70歳のおばあちゃんじゃないけど、何歳？61だ。東京挫折組です。お願いします。